大人の世界にこそ龍が如くオンラインですけども、まあレベル23ということでね、おいおいちょっとやってないのかよって感じなんですけど、まあやってデイリーだけは最低でもクリアしようかなと思ってデイリーだけは頑張ってるんですけど、まあやっていくうちに、まあ、ストーリーもまあマイペースですけど進んで、まあそのうちストーリーまとめでも上げようかなと思ってますけども、ガチャ券がたまったんでね、あの何にしろねキャラクターがねもう未だに全然いないんでね、この極めガチャっていうやつ、これね、まあダイヤ今のところ4400たまってますけども、極めガチャ券っていうのをいただいたんですよ、このようにね。はい、これもね使っちゃおうと思って、現在18枚ありますんで10回は無料で引けますね。10連で SR 以上1枚確定なんで、まあどれか SR 出てくれればね、ちょっとラインナップをちょこっと見てみますけども、まあ真島さんはいるんで、まあもし SSR が出るようだったら西島さん、やっぱ無敵状態になるっていうのがいいんで、あと、まあ、伊達さんはいるけども、うん、これいいですね。あと安倍雅也っていうのもなんかちょっと新キャラクターですけども結構いいのかなって感じはしました、うん、攻撃的キャラクターが欲しいですね、とにかくね。あとこの琴吹さんというのがフレンドガチャで言ってたんで、それ以外の、まあ、攻撃的なキャラクターがいればなっていうふうには思ってます、 SR で。まあどの辺が攻撃キャラクターなのかもちょっといまいちよく分かんないんですけども、まあそうだな、こういうかぶりの錦とかじゃなきゃいいかなっていうくらいの感じで、うん、はい、じゃあまずやってみましょうか、うん、ガチャね、はい、とにかくは 10連、はい、まあね、こういう、まあ、スマホ、まあ私の場合今これ PC でやってるんですけども、やっぱりガチャが魅力ですから、こういうの、こういうゲームはね、なんつってもね、ガチャはメインと言ってもいいですから。はい、じゃあ極めガチャ券でいきますよ。10回引く、いきます。まずレバーを出て色で決まります。レバーカモン、さあレバーを、この色、この色、お、来た、赤来た、赤来たよ、赤来たよ、熱いね、よーし。でこの後になんかあの竜のカットインがロングで入ると熱いんですよ。しかもあの熱くなってきたぜっていうあのカットインが これはってまで行くと熱いっていうの。しかもそのセリフの色も青よりも赤の方が熱いっていうことで、その辺をちょっと注意して見てみましょう。まあ10連なんで SR 以上確定なんで、もし1番さんがあのガラスぶち破るあの椎名林檎の本能みたいなあんなアクションが入ったら確定ですから、 SSR。 いきまーす、いきますよ、カモン、まず来い、おお、いいぞ、え、お、赤赤赤赤赤、長い長い、あ、来た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 いきなり来たよ、おお、あ、おーじゃないよ、全部赤だよ、どうしたんだよ、ちょっと、おい、あれ金になるってことか、じゃあ、あ、まあ、西島さんね、持ってる、お、来たよ、来たよ、はい。まあ、あと取っとこう。はい。いいよ、はい。この音楽がいいんだよね、またね。この音楽がかっこいいんだよ。はい。花ちゃん。あ、この辺持ってるんだ、はい。金1個だけか、もうちょっと、もう1個ぐらいあるんじゃね？ない。ない。あ、ニューがまあ、2体。まあ、兄弟が出ましたね。西島さんと真島さん、さあ金ですよ、何でしょうか、いきまーす、おお、来た来たよ、レインボー来たよ、はい、ということはもう SSR ですよ、もう、何、まあ真島さんはね好きなキャラクターですけども持ってるんで、それ以外でお願いします。すごいね、 SSR 来ちゃった、いきなり、いきまーす、カモン、なんだユリ、ユリってなんだ一体、ユリ、オッケー、まあ、ちょっと見てみようか、じゃあ、早速。はい、ユリって、でも、女キャラクターだからな。多分、回復系でしょう。まあ、出てくれたら嬉しいんですけどね。いや、でも、SSR、ちょっと引きの強さ見せちゃったな、私。あ、これだ。その子を返して。男性の味方の攻撃力が 10% 上昇。あ、回復系なんだ、これも。また回復系？あー、そっか。回復系な。攻撃系が欲しいんだけどな、無垢な願い。味方全体の HP を、あ、回復系だね、これ。
まあ一応鍵かけとくけどね、ガッチャンと。そこははるかちゃんでもう間に合ってっからね。いや、しかしね、わずか10回でも SSR を引くというこのね、引きの強さをちょっと見せましたよ、ね。こういう、私ね、こういう、マッスルショットもそうですけど、実況でガチャのね、ガチャ運の強さ。はい、またガチャなんですけども、今イベントが始まりましてね、3匹の野獣でしたっけ、なんかそういうの始まって、そのイベント対象の、まあ、特効がついてるキャラクターが出るガチャ、これですね、この DJ ミソラとか、まあ、あと、なんといってもこの錦ですね、ニュー、錦ね、錦山、あとこの山田、うん、この子とかが出るガチャが、まあ、新たに、昨日引いたんですよ、前半の動画はね。で、まさかこんなのあると思ってね、なくてね、ガチャ券使っちゃったんですけど、まあなんとかまた10枚溜まったんで、引いてみたいと思います。SR 以上確定ガチャ券っていうのもあるんですけど、これはまあ今回引かないと思うんで、とりあえずは、極めガチャ券使って、ね、前回 SSR 出ましたから、今回もちょっとね、今回これ出したかったなぁ、錦なぁ。まあ、もう終わったものはしょうがない。はい。じゃあ行きますよ。はい。ガチャ券を使ってです。はい。ダイヤは4600溜まりましたけども。行きます。まずは、レバーの色ですね。レバーを下ろせの色。はい。さあ。はーい。さあ、赤カモン。なんだ何色だ。ここでまずほぼ振り分けが、おおおお、来た来たね。またちょっとやっぱりね、ちょっとすいません、引きが強くてすいません本当にね。でこの後に竜のね、レーナーのカットインがロングで入れば熱い。であと熱くなってきたぜって、1番のねカットインが、これはまでいくとさらに熱いっていう。あとはね、ガラスの割れるっていう。まあ、さ説明したんですけど、私、日が違うんで、また同じこと話しますけど。いきまーす。カモン!カットイン来い!お、あ、赤!お、これ熱っ!おー!すげえ。また来た。まただよ。ちょっと。お、あれ?なんかいきり飛んだよ、この画面に。どん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 っていうのなく。いやー、金4つだよ。よし。もうここから引いちゃおう。まず。まあね。はい、この辺はいいんだよ、ね、はい。金4つまんの?ちょっと、悪いですね、皆さん。ちょっと。お!おお!金5個!金5個!来たねー。はい、熱い熱い。ここでいっか。いきます。あー、でもこれニューだから嬉しい。はい。これ変わったやつじゃ行きましょうか。おお、来た。おーおー、よし。じゃあ今度こっちは。はい。あ、カズキ来たよ、カズキ。よし。カズキ。そしてこっちは大岩。はい、SR か。こっちはおお、錦。あー、これね。3枚目なのかな、これで。多分。はい。さあ来ましたよ、これ何でしょうか。いきまーす。カモン。錦でもいいよ。何でもいい。なんだ?あ、DJ ミソラっての来たよ。これいいんでしょう、だって。やったー。はい。目玉出ました。目玉。なんかあんまりかっこよくないぞ、この数。私でよければ協力します。はい。あんまりイケメンじゃないね。はい、そして、あれ?私、この街ナンバーワンの DJ、ミソラ。ダイナマイトバディ。ノーミュージック、ノーライフ。的な感じ?感じ?君もそうしょ?これからヨロタン。軽いね、なんかね、ノリが。いや、俺は桜庭。これも DJ かい。君はとても個性的だね。その頭に目が釘付けだよ。どこの店ですか?これ一番のことを言ってるのかな?教えてよ。はい。はい、というわけでね。はい。出ましたね。まあ、龍が如くファンだとね、やっぱり錦の方があって思うんですけど、まあ、トップに出てるぐらいですから、多分一番いいやつなんでしょう、きっとね。見ちゃおう、まずは。チェックだ。補助タイプなんだね。はい。活性の構え、自分のコストが 15% 回復。上げすぎ EDM。EDM ってなんだ、これ。
敵単体攻撃力 200%。 ああいいねこれ。攻撃もするんだ。敵全体 40% で6秒間の混乱。はい。プロフィールはこれ。この子どういう。クラブミュージックを愛する活発な女性 DJ。 遊び人然とした見た目だが子供好きな一面も。DJ としての腕は一流で、客層に合わせて EDM から。 EDM って何なの一体。ちょっと私若者言葉ってちょっと分かんないな。まあいいか。あとは SR はね、皆さん持ってるでしょ。これ錦3体になったし、この人も出たし、なんかよく分かんないけど、あとカズキ出たしね、あとこれも、うん、いっぱい出てくれました今回も。ちょっとね引きが強くて、これで頑張ってイベント頑張れそうですね。まあ未だ24というねしょぼいレベルなんですけども、まあお前頑張るよって意味で多分ね、龍眼ごとくスタジオの方からのプレゼントと思って、頑張りたいと思います。はい。じゃというわけで本日はガチャ券使って20回引いて、とてもいい結果が出ました。はい。では本日はこの辺で終了です。次回もお願いします。さよなら。